オード高原の広がりオード高原は、中華人民共和国を流れる黄河の上流及び、中流域に広がる、およそ40万平方キロメートルから64万平方キロメートルの広さの高原。日本に飛来する高砂の主要発生地。この数千年間に起こった、戦乱、森林伐採、過剰な開墾、放牧などにより、オード高原の植生は破壊され、 土壌の流出が加速し、一帯の地形は無数の水流が削ったために、溝だらけのような状態になっている。オード高原の風景オードとは、砂より小さいシルト状の土壌のことで、中央、ヨーロッパやアメリカ中西部異性で多く見られるが、特に、高賀周辺のものが有名である。オードは非常に硬いが、水には簡単に浸食されるほか、一旦崩れると、 粉状になった飛び散りやすい土壌である。長年にわたり、現在の中国北西部の砂漠地帯から、風に巻き上げられた砂塵がこの地に降り積もり堆積した、結果、分厚いオードの層ができた。オード高原上のオードは、厚さ50メートルから80メートルに達し、特に楼東や潜水省北部では、厚さ150メートルにも達する。最も厚い部分では200メートルになる。 オードは、太高山脈より西、カラス省令より東、新霊山脈より北、万里の頂上及びオルドス高原より南の一帯に堆積しており、山西省、泉西省、寧夏海賊自治区、甘粛省、内モンゴル自治区などの行政区域にわたっている。中国でも土壌流出が最も激しい一帯である。オード高原の堆積年代は、 二百数十万年前から現在まで長期にわたり、オードが堆積してできた地層の各層圧にはばらつきが多い。これは、オードの生成は風によって運ばれた風、生体積物であることから、気候変動などの著しい環境変化があったことを示すものである。調査では、侵食による不整合や狭窄層の水性堆積物を強在するほか、化石、植物の方針、 石器、遺物など多彩な歴史が存在していた。寒粛少林夏県北東部の農村地帯。黄河の支流、大夏川の下流が、大土高原を切り刻んで、険しい渓谷を作っている高原は、北西から南東に傾斜し、海抜は1000メートルから2000メートルの間である。岩石の多い山地を除き、大部分は、大土が地表を覆っている。構成による長年の侵食で、 無数の渓谷に覆われた大地は、ガリ侵食によって平らな地形を刻む特殊な景観が見られる。オード高原の東端は、太閤山脈で、路陵山脈や六皿山脈なども、高原上の主要な産地である。オード高原は間を蛇行する工場により、東から山西高原、仙間オード高原、老西高原の三つに分かれている。平らな大地の縁側では、 崖上の急斜面をなす地形が形成され、降水時期には崖崩れが頻発する。このため、大小様々な崩壊跡が随所で見られ、中には斜面の安定性が損なわれた大規模な地滑りをも誘発している。これらの王土は濁流として黄河に流され、寒気には風に巻き上げられやすい状態にある。また、王土高原では風生態積物に 特有の陥没が頻繁に発生している。オード高原一帯は、冷帯でモンスーンの及ぶ範囲の変炎にあたり、大陸性気候と不安定なモンスーン気候の両方の影響が強い。年間降水量は少ないが、その65%が夏季に集中し、往々にして1回の雨で、年降水量の30%を占めるような豪雨が降る。この豪雨も、 土壌流出の一因である。オード高原は日照は良く、年平均気温は8度から14度で、霜の降りない時期は年1020日から200日と温暖である。ヤオトン、先生省、ニデ・ハヤシ付近、1985年頃、オード高原の水系の根幹は、黄河であり、オード高原からも200以上の支流が源を発している。比較的大きな川には、伊が、 川川、川、総励げむ川、清水川、北楽川、後はじめ川、岩屋屋が、無定河などがある。これらの川の流量は、豊富とは言えず、年流量は185億立方 M に過ぎない。流水量の最大域には、多くの川は、幅も広くなり、水量も、年間流水量の7%を占めるほど、豊富になるが、それ以外の時期は、枯れが同然となる。雨が降ると、 水は、氷土の上を滝のように流れ落ち、雨が降らない時期はほとんど水のない状態になる。地下水は、ほとんどが、地表から50メートル以上の深いところを流れ、浅い部分にはほとんど地下水がない。この地下水の流れによって、地中で最流な濃度が運搬され、空撃となり、陥没が頻繁に発生していると考えられている。暑い夏と寒い冬を乗り切るため、人々は、 硬いオードに穴を掘って、ヤオトンと呼ばれる岩状で、気温差の小さい横穴式住居を作っている。こうした住居は、今でも多数の人々が暮らしている。1556年に起こった、花県地震では、オードが崩れて液状化現象を起こしたことで、ヤオトンが崩れ、80万人以上の死者を出した。また1930年代、延安で、 毛沢東が建設した中国共産党の根拠地は、ヤオトンを利用したものだった。アメリカ人記者エドガースノーが、ノベヤスを訪れた時、毛沢東らの住居は、山の穴の中だったという。オード高原の風景オード高原を形成するオードは、炭酸カルシウム、リン、カリウム、ホウ素、マンガンを豊富に含む。この養分豊富な土が、毎年黄河に流れ、 下流で洪水を起こして堆積してきたことで、農耕文化や甲画文明が育まれた。一方、オード高原の土壌は、アルカリ性でしかもオードが硬く、植物が育ちにくい。一旦木を切ると森林が再生しにくい場所だと言える。しかし、人間の活動で、森林や草原が失われた結果、雨で、腐葉土など、養分豊かな氷土はほとんど流れ去ってしまい、 ますます植生の再生が困難になっている。現在森林がまばらなオード地帯も古代中国の時代には広く森林に覆われていた。陰王朝の時代には山西省と先生省は大部分が森林地帯でアジアゾウなどの大型動物も生息していた。森林の交代は気候の変化によるもののほか普段に続いてきた戦争による混乱、都市、要塞、 頂上の建設に使う木材の伐採、レンガ製造用、金属製レン用、生活用の燃料にする樹木の乱伐、人口増加から来る過剰な農耕や放牧など、不合理な土地利用により進行した。新中国発足後、1950年代以降の極端な農地開発もこれに拍車をかけた。高原の植生はもはやわずかとなり、古代には50%を超えていたと見られる。 森林率は5%程度となっている。高原の東南部はまだ良いと言える状態だが、西北部の草原地帯は乾燥化や砂漠化が進んでいる。大土高原で土壌流出が激しい部分は27万平方キロメートルに及び、特にそのうちの11万平方キロメートルは深刻な状態にある。 深刻な地域では1平方キロメートルあたり3.57万トンの土が流れていく計算になる。土壌流出は、豊かな氷土の喪失、保水能力の喪失、濃厚の衰退、地域経済の衰退につながるほか、大差でダムや運河が埋まり、川が流れにくくなるなど地水上の問題にもなっている。また水による流出だけでなく風や嵐により、土砂が舞い上がることも多く、 交差の発生源の一つにも挙げられている。1994年、砂漠化や土壌流出の進行を食い止めるため、中国政府は多数国間から融資された拒否を投じて、オード高原の再生計画を開始し、植林事業や農民を教育して持続可能な牧畜や農耕を行わせる事業などが行われた。1999年からは、オード高原のある 完縮省や先生省などで2003年からは全国的に傾斜地のような条件の悪い農地を森林に戻し農家には内議代、生活費、食料の補助を行い果樹栽培などへの転換を促すという大交換林政策も実施された。また日本などによる政府開発援助や民間団体の活動も王土高原緑化事業に貢献した。これらの結果 一部地域では樹木や草の緑が戻り農業が復活するなどある程度の成果を上げている。ありがとうございます。